ということで、ちょっと何も準備しないですけど、4月1日、横浜ベイスターズ、簡単に振り返りしていきたいと思います。バッティングは正直、いいかな。みんな頑張りましたっていう感じ。割とコメント欄見てても、この山田哲人5番で、塩見3番の方がいいんじゃないかっていう、割と意見見るんですけど、僕は3番山田哲人、5番塩見でいいと思ってて、なんでかっていうと、そのまず1、2番が最近好調ですと。山崎、中村がかなり出塁してますと。そして村上が今打率1割、多分ホームラン2本だけなんですけど、ヒットは。で、タイムリーも出てないということで、その1、2番が出ても、村上がフォアボールで繋ぐことはあっても、まだタイムリーがないので、その1、2です。そうなると、多分5、6、7でチャンスが回ってくることってかなりあると思うんですよ。そこで、山田哲人、最近結構上げてきてる説あると言っても、まだ打率1割9分だし、その山田哲人5番で、太田も西浦も今日ヒットは打ったものの、そんなに調子が良くなさそうだから、1、2、3、4で作った、例えば山崎、中村、塩見っていう 1、2、3でチャンスを作ったとしても、4、5、6、7でなんかあまり返せるイメージが湧かないので、だったら3番山田哲人にして、多分山田哲人もフォアボール選べるから、1、2、3、4あたりで作ったチャンスで、塩見が、好調の塩見が返すっていうのが、一番流れは、打線の流れとしてはいいんじゃないかなと僕は思ってるので、僕的には3番山田哲人、5番塩見がいいのかなというふうに考えてます。そんな感じかな、打線に関しては。で、ピッチャー、山野、今日プロ初先発ということで、初見さんありがとうございます。今日山野がプロ初登板で、しかも昨日その濃厚接触者の疑いがあるということで、先発前日に1日自宅待機だったということで、正直その環境的にちょっとかわいそうかなっていうことが多かったから、そのプロ初登板前日自宅待機とね。で、しかも初回はかなり内容も良かった反面、外野に飛んだところが悪くて、アンラッキーな失点だったから、ちょっと2イニング目はね、普通に実力で打たれたかなっていう感じだったと思うんですけど、山野はどう、来週あるかないかっていうところで、普通だったら、ちょっともう一回見てみるかっていう気も僕はしてるんですけど、その今日2軍戦で高橋奎二が7回無失点、確かフォアボールも3つぐらいだったかな。そんなに割とリザルトだけ僕ちょっと試合見てないんで何とも言えないんですけど、リザルトだけ見るとかなり素晴らしい結果を出してたので、もしかしたら山野が明日抹消されて、来週木曜日高橋奎二が先発っていうところは、ある可能性は割とあるんじゃないかなと思ってます。なので、とりあえず明日の公示で来週の先発が山野なのか高橋奎二なのかは割と分かるんじゃないかなと思います。ピッチャー他で見ると、吉田大樹が2回66球、マジか、そんな投げてたんだ。割となんか、別にこうまっすぐ変化球、キレとかもあるわけでもなく、コントロールがめっちゃいいわけでもなく、っていうなんか去年の悪い時の吉田大樹がリリーフとしてもかなり出ちゃった感じがあって、本当は多分今日吉田大樹に3イニングぐらい行ってほしかったと僕は思ってるんですけど、吉田大樹は、あんまり良さが分かんなかった。寺島とかもそうだけど、あんまり二人とも良さが分かんなかったから、ワンチャン吉田大輝が明日落ちて、星とかその辺のリリーフと交代っていう、ちょっと枠があればですけど、その余裕があればですけど、そういうこともあるんじゃないかなっていうぐらいの内容だったかなと。あと、今野が打たれちゃったのも、緊急登板で。てか、今野の使い方、僕的にはなんか、ちゃんと固定してあげたい気はするんですけどね。ちょっとまだあんまり首脳陣からの評価が、そんな高くなさそうっていうところはあるんですけど。で、あと、マクガフが、多分マクガフって全部見逃し三振だよね。めちゃくちゃ良かったっていうのと、あと今日、8回の時点で同点、11対11で同点だったんですけど、清水が8回投げて、ワンチャンプロ初勝利っていうところも、ちょっと期待はしてたんですけど、坂本が8回行きましたと。それなんでか、多分、僕なりの、ってか、割と皆さん予想してる方多いと思うんですけど、ここ2戦、清水と石山が2連投ですと。で、ここで、
まあ、多分石山9回絶対行かなきゃいけないから石山3連投確定ですと。で清水も今日3連投しちゃったら明日の試合8、9マジでその2人とも4連投目になっちゃって、多分4連投多分させないと思うから、多分ですけど今日清水をわざわざ温存させて、で明日多分石山がワンチャンベンチ外まであるぐらい、多分ほぼ明日投げさせない前提で、もし明日セーブシチュエーションが来たらその石山の代役としてその1日休ませた清水を使うみたいな流れにしたいと思ってるから、今日坂本で、まあ、それこそ今日下位打線だったからね、その8回のイニングは、まあ、ちょっと怪しかったけど、ちょっと危なかったけど割とっていう運用だったかなと僕は思ってます。そんな感じでしょうか。あと大下も良かったね。あとこそ今度はそう、またりかなり緊急登板だったからしょうがなかったかも。てかマク、それこそマクガフもさ、今日山崎中村で2球で同点になって、ですぐ山田哲人三振で、すぐマクガフ登板って感じだったから、多分ほぼ肩作れてなかったと思うんですよね、マクガフ。そんなちょっと不安があった中、三者三者見逃し三振ってかなり良かったですね。で、まあ、最後ちょっと振り返りとして、今週一応先発ローテが一周したということで、先発結果振り返っていきますと、まあ、結果から言うと、まあ、皆さんもご存知の通り、開幕ローテ6イニング投げた先発0人でした。はい、小川が5回、ちょ6回途中3失点 5.2 回かな 5.1 回か 5.2 回、田口が2回か3回途中6失点、奥川が5回3失点、ソアレス4回3失点、高梨が6イニング目1アウトも取れず3失点して、まあ実質5回3失点で、今日山野が2回途中7失点、平均投球イニング多分これ4イニングぐらいだと思うんですけど、でかなり中継ぎの負担も詰まってるんですけど、まあ、ちょっとぜひ明日はなんとかライアンが長いイニング投げてもらって、で明日は菅野じゃなくて、菅野がなんか足の張りかなんかで抹消して野上が代役として先発するんで、なんとか野上ちゃんと打って明日は勝ちパを出さずに勝てる展開が一番理想だと思うんですけど、ちょっとなんとかライアンにマジで期待。あと田口もね、2試合連続 KO とかだったらかなりリリーフがきつくなってくるから、まあ、ちょっと打線もピッチャーも、打線はメンバーがいなくてピッチャーは普通に打たれてリリーフが厳しい状態ではありますけど、ぜひ3連戦なんとか少なくとも3立ては回避したいなっていう、まずはねまずは3立て回避して1個でも勝てるようにちょっと期待したいなと思います。はい、今日の2軍戦なんですけど、まあ、多分結構話題になってるので知ってる方も多いと思うんですが、今日なんと野手9人中キャッチャーが4人出場していて、DH も会場で高橋奎二が打席に立ちました。でさらに8回投げた寺島も9回そのまま打席に立ちました。さらにピッチャーの鈴木優太がライト守りました。野手がいませんしかもなんなら吉田大成が途中交代したらしくて、ちょっと状況がよくわからないんですけど、吉田大成もワンチャン怪我したんじゃないかっていう、そこはちょっとソースがないんで何とも言えないんですけど、っていう噂もありますと。でマジで宮本も今2軍にいるはずで、この野手がいなさすぎる中試合に出ないってことは怪我の可能性もあるし、まあ、ちょっとむちゃくちゃなんですよね。でまあ明日か明後日からかの2軍戦中止になりましたと。ちょっと緊急事態なんで、ワンチャンなんか野手金銭トレードで取るとかあるかな。それこそさ、杉浦と八木トレードして八木を2軍でひたすら回しまくったみたいなさ、その野手、その2軍成立要因のためになんかピッチャーと野手をトレードするみたいなことがワンチャンあるかもしれないなっていう気はしてる。いやー、育成で野手2人取ってるから文句はなんか例年よりは言えないと思うんですけどね。それこそただその育成から早速キャッチャーの松井が
イースタン開幕戦かなんかでホームラン打った後、あれ、いつだったかな、2軍戦でホームラン、満塁ホームラン打った後、フェンス際で当たって怪我して負傷していろいろあるんで ちょっと結局、育成契約でね、取りたかったね、それこそ。それこそソフトバンク育成からオリックス育成行った田代とかさ、外野手左バッターの、あの辺とか育成で取りたかった感じはありましたけど、まあ、どうなんですかね、そこは。まあ、とにかく、僕じゃちょっと、他の試合でも出ようかな。僕、フライ取れないけど。